ただいまより、次世代型教育モデルに関する調査研究ということで、副題としまして、ICT を活用した反転学習モデルの開発と効果の検証ということで、発表させていただきたいと思います。昨年度も同じような場所でですあこの場所でですね、発表させていただきまして、今年度、昨年度から120名の先生方にこの反転学習モデルということで、中学校、高校の先生に研修をしてまいりました。今年度もですね、進めているところですけれども、それを踏まえたところで発表させていただきたいなというふうに思います。5本の柱で説明させていただこうと思っております。まずはじめにということで、研究の目的、概要と進め方、実践ということで、本日2本の動画を持ってきました。先生方がですね、実践をしていただいた、作っていただいた動画の方を2本見ていただければというふうに思っております。はじめにです。一斉授業、反転学習ということで、大きくこのような分類ができるかと思っております。特に我々はこの反転学習というところの下のところ、事前に自分のペースで学習をできるというところ、これに関しましては、先生方が動画を作ってどんな仕掛けをするのかっていうのがメインで考えてもらいました。で、授業ですけれども、教室の中でしかできないことをメインに考えてもらいました。いわゆるただの、いわゆる動画を見て授業するっていうことだけではなく、いわゆる授業の中で何ができるのか、顔を付け合わせて何ができるのかっていうことをよく考えていただきながら、研究を進めていたところでございます。で、当センターの、反転学習のイメージといいま、このような形で作らせていただきました。まず先生方がいわゆるパソコンで YouTube に上げていただいて、まず作っていただく、オフィスミックスとか、いろんなさまざまな、ソフトがあるんですけど、そういうものを使ってまず動画を作っていただく。で、YouTube に上げていただいて、それを左側、自宅の方で生徒がアクセスをして、QR コードとかで見ながら、いわゆるワークシートを使いながら、自分で動画を見るというふうな形でイメージしました。で、その中で授業はというと、授業はタブレットを使いながら、もう一度動画を見直したり、またはその動画をもとに、いろんな先生方、子どもたちと一緒に授業の中で話し合いをしながら、学び合いを続けてもらったというような形になります。研究の仮説です。2本あります。1つ目、授業の説明時間が省略されることによって、授業の効率化が図れるんではないか。2つ目です。生徒同士取り組む時間を確保する、いわゆる先ほど授業で教室の中でしかできないことっていうところを我々は狙っていったんですけれども、そういうことを確保する時間が増えるんではないか。例えば学び合いや振り返り、主体的な学び合いという、こういうようなところへ我々は持っていきたいということで、 ICT を活用した反転学習モデルの開発と効果の検証を進めていったところでございます。概要と進め方です。まず1つ目、アンケートを事前に取らせてもらいました。いわゆる子どもたちがどのような ICT 環境であるのか、または学習環境であるのか、いわゆる予習をしてきたり、復習をしたりと、どういう子たちがいるのかというのをアンケートで取りました。で、2つ目です。反転学習モデルの開発ということで、さまざまな仕掛けというものを先生方に考えていただきました。その仕掛けの中で、授業の中でどのように授業を展開するのか、そのようなことを常に考えてもらいながら、さまざまなモデルを作ってまいりました。この後も2本見ていただきたいと思っております。3番目です。その授業の展開、効果の検証ということで、さまざまなアンケート、または考査の点数というところも踏まえて、検証させ、してきました。また最後にということで、報告書ということで提言をしていきたいというふうに考えております。まず実践授業です。大宮武蔵野高校、吉田教諭、生物、酵素の運搬ということで、先生は作って、いただきました。で、この先生の授業はですね、基本的にはまずは授業に狙いというものを提示して、課題を渡します。で、その課題にとって、またはプリント、教科書、さまざまなことでグループ学習をしながら、学び合いを授業をとして狙っている先生です。で、その中で自分で問題が解けたら、または解け始めたら、発展課題ということで、自ら自分で主体的にそのプリントを持って授業に臨むというような形のスタイルでございます。
その先生が3つのクラスを授業を展開してもらいました。丸三角四角組です。丸組、これはですね、これは反転学習の授業をお願いしました。それにしまして、タブレットに、4人に対して2台、このような形で環境を整えました。三角組です、これも同様に反転学習でタブレットを4人に対して1台という形で授業をしてもらいました。で四角組です。四角組に関してはパワーポイントとプロジェクターを使用して、いわゆる通常の、授業を行いながら学び合い授業をしたというふうな形です。でこの授業はタブレットは使いませんでした。この3つの授業をですね、比較検証をしました。では動画を見てください。皆さんご存知の通りですが、正確には赤血球が持っているヘモグロビンというタンパク質が酸素を運搬しています。赤血球は血液の中で一番数の多い血球、つまり細胞です。赤血球の中にはヘモグロビンというタンパク質が含まれています。動画をこう流しながらですね、倍速で流しております。そこに自分で言葉を入れたという形です。いわゆるカメラを上に置いて自分の手元を撮って動画にしたところなんですけれども、これをこう YouTube で流しながら、YouTube に上げてですね、授業を子どもたちは見てから授業に臨むというふうな形になりました。周囲に酸素が多いと酸素と結合して酸素ヘモグロビンになります。一方で周囲に酸素が少ない環境だとその酸素を離してただのヘモグロビンへと戻ります。このようなですね、動画を見ていただいた中、見て子どもたちの方は授業に臨むんですけれども、このような主体的な学習の意欲の向上ということで、このような成果がありました。動画を視聴しながら、周囲の生徒との対話が始まったり、あるいは教科書を読みワークシートに記入をした後動画を視聴したりということで、いわゆる反転学習の授業をやると動画とプリントといわゆる教科書と、そのような形でさまざまな自分でチョイスをしながら授業に取り組んでいたということです。また先ほども話しさせていただきましたが、発展の授業、発展課題という取り組む生徒というのも、いわゆるタブレットが4人に対して2台、いわゆる2人で1台ですね、2人で1台がある方がかなり深度が高かったというふうな結果が出ておりました。特にテストなんですけど、これちょっと見ていただきたいんですけれども、左側丸組三角組四角組ということで、4人に対して2台のタブレット、いわゆる2人で1台で、左側4人に1台または事業者による講義ということで、事業者の講義を先生が講義をした授業を点数を1としました。その時にですね、いわゆる A 問題というのは授業プリントに沿った即した類似問題ということで、あまり差はなかったんですね。ただB 問題、いわゆる発展課題にまで取り組んだ生徒が多いクラス、いわゆる多く取り組んでくれたことでによってですね、1.35 という比率が出ました。このことからもやはり2人に1台タブレットがあって、その中でこういわゆる子どもたち同士が話し合いをしながら授業をしていくっていうのがとてもこう広げられたのかなというふうに考えております。ただ統計的な処理を行いましたけれども、有意差があるいわゆる T 検含めて証明ができるようなデータはちょっと見当たらなかったというところではあります。もう一つですね、鴻巣女子高校の須田先生という、ちょっとパワーポイントの方が間違っておりますが、ちょっとこの辺の須田先生の授業をですね、最後見ていただきたいと思います。でこの先生の授業はですね、いわゆる子どもの発達、ピアジェの、いわゆる発達の段階の授業をですね、展開するにあたり動画を作ってもらいました。まずは何も言わないところで、まずは見ていただけたらというふうに思っております。3分ぐらいの動画です。
この黄色と緑と今同じじゃない、同じって分かると数が同じって言ったの分かる、両方同じだよね。でね、じゃあね、こうしたらさ、緑と黄色とどっちが多い？黄色。黄色多い？うん、そうか、うん、そうだよね。今ね、オレンジジュース同じ量だよね。こっちのコップとこっちのコップと同じ。大丈夫？うん、うん、ね。こういう風にした時にオレンジジュースどっちの方がたくさん入ってる？多い？量が多い？こっちが多い？これ緑と黄色と同じだよね、数同じプラジオ。はい、これこうした時に緑と黄色と同じ。どうして分けてもさ、どうやってもさ、数が同じなら、そうだね、これとこれとコップの量、同じだよね。いい？じゃこうしたらどう？同じ。どうして？高さが違くても、うん、足したわけじゃないから、同じ。うん、そうだよね。いかがでしょうか？このようにですね、保育の授業の中で、ピアジェの、発生的なに、認識論というか、そういう授業の展開の中でなかなか教科書の中ではわからないような、場面なんですけれども、このような動画を作ることによって一目瞭然ということで、子どもたちが A 君と B 君何歳だろうというところで授業を展開したというところでございます。なかなか教科書だけでは分かりづらいところがですね、このように動画にすることによって、子どもたちの、授業生徒のですね、教室の中に入ってきたときに議論が湧くという形 に展開してもらった仕掛けを作ってもらったところでございます。で、我々の中で、成果と課題ということで4つほどですね、実質3つですけれども作らせていただきました。この授業時間の有効活用が図れることが示唆されたと、その時間によって発展的な課題まで取り組むことができました。これが子どもたちの主体的な学びに一つ結びつけられたのかなというふうに考えております。その主体的な学びから今度はどのようにして子どもたちがその情報を得て、自分ごとのように捉えられるのかという資質向上まで結びことができればいいかなというふうに考えております。で、2つ目です。定期考査、先ほども挙げさせてもらった定期考査の結果というところから、定着度の高まりが示唆されたというふうに考えております。優位性までは証明できませんでしたけれども、こんなようなデータをですね、蓄積しながら取っていきたいなというふうに考えております。また継続的に実施した場合でも、生徒が予習できるよう工夫することが課題であるって書かせていただいたところなんですけれども、やはり反転学習授業っていうのは毎日毎時間これをやるとですね、先生もアップアップして子どもたちもアップアップします。なので決してこれが継続して毎日やるっていうことではなく、いいところでいいタイミングでやるっていうのがポイントかなというふうに考えております。そのようなところをですね、少しうまく考えながら、実証できたらというふうに思っています。結果的に言いますと、やはり毎回授業反転授業をやったところはやはり見てこなかったというのが結果としてございます。このようにですね、我々、埼玉県の総合教育センターの情報の方ではですね、共同研究をさせていただきました。2人で1台のタブレットが一番理想的な展開ができたかなというふうに考えております。教室にはタブレットがあって、先生の導きがありながら子どもたち同士が主体的に学ぶ姿というのを今後も展開していきたいなというふうに考えております。ご清聴ありがとうございました。